皆さんこんにちは、りゅうがです。はい、今回はですね、3月24日にあった TWICE のハイタッチ会の感想を言ってきます。どうぞ TWICE。 TWICE はい、あのハイタッチに行ってきたんですけど、あの僕はナヨンさんと1回だけしかハイタッチ、1回だけしかって1回しか1回ハイタッチをしたんですけどね、こんな感じで可愛いカードついてたんですけど、で、最初に感想を言うと、なんかあんまりなんか、ね、神対応やばいっていう感じではなくて、ちょっとお塩さんっていう感じでした。なんかちょっと塩、でしたね。で、なんか僕がそのあのハイタッチをする前にインスタのストーリーで、あの今からナヨンさんとハイタッチしますみたいな感じでやったら、あ、なんかナヨンさん塩対応だったよみたいな。そうなの？って思ってたっていう話ですね。じゃあまず僕の何時に行ったかっていうと、あの5時ぐらいに行きました。5時ぐらいに行って、そのいろんな話があるんですけど、5時ぐらいに行って最初にちょっと並んだんですよ。でそしたらなんかここは違いますよって言われて、その人と話してて、なんかここはあのハイタッチの交換のと並びだからグッズじゃないよって言われて、あ、グッズじゃないんだって思って、ありがとうございますって言って、で僕はあの最初にグッズ買おうと思って、そのね、これで行ったんですけど、その一緒に並んでくれた人がもうめちゃくちゃ親切で、なんかお茶をくれたの。じゃあお茶をめっちゃあったかいお茶をこのコップで、もう僕もら持ってるんだけど、お茶をくれたので、ありがとうございますって、めっちゃ寒かったからもうありがとうございますみたいに言って、でもらって飲んだらもう死ぬほど熱くて、あっちみたいな、言わなかったけど、そんなこと、熱いみたいな、なんか熱すぎてもうなんか喉がみたいな、本当に熱くて、でもそんな熱っ飲めないじゃんとか、おいとか やらないじゃん、知らない人だから、ありがとうございますみたいな言って、じゃあもう僕はもうあのグッズの方に行きますね、ありがとうございますってさよならみたいなっていう、この話は終わりです。でその僕はグッズを買うときに、その一人で並んだら多分死ぬと思って、孤独で、であのその前からインスタのストーリーで、あの僕とグッズ並んでくれる人いませんかって言ったら、今僕あの大阪ですよみたいな、お願いしますみたいな、ああありがとうございますみたいな、見つかって、でその人がね、一緒に並んでるときなんと僕の大好きな黄金刀くれました。僕は結構黄金刀が好きで、その方は着てたらしくてくれました。ありがとうございます。で、あとそのなんかそのインスタライブ、その寂しいっていうか、そのグッズのところに行くまでちょっと歩いたから、そのインスタライブしてて、なんかこっちなんかそっちですよみたいな言ってくれたなんか、でなんかその後でカイロあげますって言われて、みたいな、ありがとうございますって言ったらくれたの、本当にカイロ、まだもう全然冷たいけど持ってるから、もうほらすごくない、本当にこれカイロマジ感謝、助かった。はい、それで、でそのなんて言ったか、そのインスタライブでなんて言うよみたいなって言ったら、なんかアプローチアプローだっけって言えばみたいな、ああ、いいかもみたいな、別にもう、まあいいやと思って、なんか分かんないけど、なんかハイタッチの時なんかテンションがパーってなって、もう何でもいいやみたいになっちゃって、なんかそれ言おうと思ってもう何回も頭の中で、そのハイタッチに習うと結構あったから、一人の中でアプローチアイプだっけってずっとやってたんだけど、そうしてもう行ったの、アプローチアイプだっけって言ったら、もう本当にそしたら前のハイタッチ、前に並んでた僕のハイタッチしてくれた人が、あのハイタッチレーンに並んでた人が僕のことしてて、もう終わったらすぐ、あ、ティクトクの人ですかって、そうですって、ここで会うんですかみたいな感じでしたね、本当に。なんかやっぱりハイタッチよりもライブが好き。もうライブで、こっち向いて、わーみたいなのが多分一番楽しいよねって話。で、買ったものはですね、僕はですね、友達にうちわと買ってって言われたんですけど、それを買って、まあ、紹介をまだしないでいいと思うんですけど、僕はもうたったこの4つですね。4つ、あ、じゃあ5個。5個だけ。この可愛いね、これ可愛いよね、大好き、この紫色で、そのなんかグッズ売り場がその東京なんていうの、ドームツアーのグッズも売っちゃいますよみたいな、そんなことあるみたいな、僕はもう
でもセブンイレブンのネットで買ったのに買えるんですかみたいな、みたいな、うんっていう話だよね。それでこのトレーディング、あのなんてトレーディングカード、トレーディング、トレーディング、なんかなんだっけ、ランダムトレーディングカードかを買ったんですよ。で僕は結構っていうか、そのこういうのが売ってたら買うようにしてるんですけど、そのナイノさんが出るかなと思って、本当にこれ本当に冗談抜きで一回もナイノさんが出たことないんですね。まず紹介しますね。これほら全身の見えますか、ちょっと光がちょっと邪魔な、チェーンオンさんですね。で2つ目はそのアップのね、ついさん、ほらいいでしょいいでしょってやっぱ、はい、ついさんでしょ。で次が唇赤くない、なんか今日全身の辞書さんで、次が全身のついさん、えみたいな、何もさんどこですかみたいな、うんっていう感じですね。まあ楽しかったです、これ開けるの。もう俺でこれだけ話、まあね、今回はもうハイタッチをして、まあ、いろんな方と出会って、あのね、留学のやつかって言われたし、なんかすごく楽しかったですね。まあでももうすぐライブなので僕は、うん、楽しみます。アプローチアイプだけスープテラミナルトゴサソロル、オーイエーイエーミドテジゴズレツイゴザズンジョエーオーワオーモーチトチャオジェナー